2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は間もなく1年を迎えようとしているんだけど、ウクライナ東部から南部に及ぶ強大な戦線は膠着状態となったまま、いつ終わるとも知れない状況となっているよ。侵略以前には世界中が、GDP や人口だけでなく国軍の戦力において圧倒的に勝っていたロシアが、短期間にウクライナを屈服させるものと見ていたよね。ああ、だがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国による、軍事支援を受けたウクライナ軍の前線によって長期化し、それら軍事支援の中でウクライナにとってのゲームチェンジャーとなったのは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システム M142 ハイマースだったな。さて今回はロシア軍はハイマースを、ウクライナ軍は多連装ロケット砲システムを撃破できずにいることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ハイマースは、それまでアメリカ軍が運用していた、自走多連装ロケット砲マース M270 の軽量版とされている長射程ロケット砲システムで、軽量化によって戦地への空輸や移動が速やかであることから高機動との名称が与えられており、敵の戦闘部隊はもとより前線に送られる物資の地帯妨害撃破を目的とする軍事行動である、阻止攻撃のための兵器としてアメリカ陸軍が開発し、有事の緊急展開部隊である空挺部隊海兵隊軽歩兵師団などに配備されているよ。アメリカはウクライナに対してこのハイマースを供与するとともに、ハイマースから発射可能な 277mm ロケット砲弾である、MFOMMLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーティラリーミサイルズと呼ばれる兵器群の中から、射程距離が 70km から 90km とされ、GPS 全地球測位システムを用いて誘導される、GMARS グーディドマルティプルローンチロケットシステムと呼ばれるロケット弾を提供したんだ。ウクライナ軍はその長射程で GPS 精密誘導が可能なロケット弾によって、最前線のロシア軍部隊後方の補給路を攻撃して遮断したほか、弾薬庫や燃料庫、兵站物資の倉庫、兵舎、司令部などの兵站施設へのピンポイントな精密誘導砲撃を実施して、破壊を続けたためにロシア軍が弱体化して、防戦一方であった戦況を有利に覆したってわけ。ロシア軍ではこの厄介なハイマースを薬器となって破壊しようと試みたようであるが、2022年6月24日にウクライナ軍が最前線に投入開始して以来、これまでに34機がウクライナ軍に供与されたと見られているが、ロシア軍は未だに1機も破壊できていないぜ。過去において何度かロシア軍よりハイマースを撃破したとの発表がされてはいたよね。ああ、だがその証拠となる動画や画像などが全く提示されていないことから、誤認などによる虚偽の発表であったと見られているな。このことはイギリスなどから提供されている M270 についても同様で、ロシア軍によって撃破されたとの報告は全くないぜ。その一方で、ウクライナ軍もまたロシア軍の射程距離 70km とされるロケット弾を発射可能な、多連装ロケット砲システムマースである旧K58 スメルチを撃破することができていないみたい。これまでに動画などで確認されたウクライナ軍が破壊したスメルチは、2022年10月5日に東部ハルキウ州イジューム近郊で撃破されたとされる1機のみであり、ロシア軍は GMARS 弾を保有していないため精密誘導砲撃ではないものの、ウクライナ軍もまた雨のように降る注ぐロケット弾による砲撃に悩まされているよ。また、このスメルチはウクライナ軍も保有していてハイマースと共に運用しているが、これについてもロシア軍によって破壊されたとの情報は皆無であり、これらのことからウクライナ軍もロシア軍も互いの長射程ロケット弾を放つマースを全く破壊できていない可能性が高いと見られているんだ。その理由としては色々考えられるが、まずマースは最前線に配備されるものではなく、その後方で運用されるために、もし撃破したとしてもそれを確認するのが難しいことが考えられるね。また、この侵略戦争ではウクライナ軍はもとよりロシア軍も航空優勢を確保できておらず、それぞれの地対空ミサイルシステムによる撃墜を恐れるがために、航空機が戦闘地域の上空を飛行することができず、偵察用ドローンによる偵察も困難であり、
それぞれお互いのマースの位置を把握することができていないのではないかと見られているよ。ウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍とロシア軍の兵器類の損害数を、SNS などに投稿されている動画や画像から確認しているオランダのサイトオーリクスでは、2023年1月時点での集計が公表されていて、それによると榴弾砲とマースの損失数は両軍合計で800門以上とされており、特に榴弾砲や射程の短い旧ソ連製の旧 K51 グラートなどのマースなどの損害が多く、長射程のマースではスメルチが1機のみでハイマースは撃破されたものが認められていないんだ。また、ロシア軍もウクライナ軍も運用している射程 120km の小型の戦術弾道ミサイル1発を搭載する、旧ソ連製の自走式戦術弾道ミサイルシステム旧 K79 トーチカについても、両軍ともに撃破は確認されておらず、さらにロシア軍が運用している射程 400km の短距離弾道ミサイル旧 K720 イスカンデルも撃破されたと確認された報告はないぜ。これらの長射程のミサイルやロケット弾を発射可能な自走式発射機が登場して以来、これまでに起こった戦争や紛争などの記録を見る限りではたとえ航空優勢を確保している状態であったとしても、発射地点に到着してから射撃を終えて移動するまでの時間が短い自走式のマースや、ミサイル発射機を撃破することは困難であることが明らかになっているんだ。例えば1990年8月に勃発した湾岸戦争では、アメリカ軍は完全に航空優勢を確保していたにもかかわらず、イラク軍のスカッド弾道ミサイルの移動発射機の位置の探知に苦しみ、これらを少数しか撃破できなかった事実があり、自走式のミサイル発射機の探知と撃破がいかに難しいことであるかがわかるよね。ただ、湾岸戦争でのアメリカ軍は苦しみながらも、航空優勢を確保していたことで少数でも自走式ミサイル発射機を撃破していて、たとえ全数を撃破できなかったとしても撃破し続けることで自走式ミサイル発射機の数を減らすことができるほか、切れ目なく上空に地上攻撃機を待機させておくことで発射体制を取らせず逃げ回らせることは可能で、多数のミサイル発射機による同時砲は攻撃を防ぐことが可能となり、多数のミサイル同時に飛来する砲は攻撃でなく少数のミサイル砲撃であれば、地対空防空ミサイルシステムによって全弾を撃墜することが可能なんだって。しかし、今回のウクライナ軍とロシア軍のように航空優勢を確保できていない状態では、最前線の遥か後方に配備されていてかつ移動する目標に対する攻撃はほぼ不可能であり、敵陣の奥深くに潜みながら移動する自走式ミサイル発射機が自由に行動されることになり、ハイマースやスメルチが撃破されていないという結果になっていると見られているよ。スメルチが撃破された例として思い起こされるのは2020年に、アルメニアとアゼルバイジャンとの間で勃発したナゴルノカラバフ紛争で、アゼルバイジャン軍がアルメニア軍のスメルチ2機をドローンによる攻撃で撃破する動画が公開されたことで、アゼルバイジャン軍はロケット弾を発射中のスメルチを発見した際にその場では間に合わないと判断して、攻撃を実施せずに見逃して追尾し、森の中に移動して待機しているスメルチを2機撃破した事例だな。アゼルバイジャン軍は射撃中のスメルチを探知したものの、それから攻撃の手配をしたのでは間に合わないと判断し、偵察用ドローンなど何らかの手段によってロケット弾の補給地点に移動するスメルチを追尾したものとみられ、この事例がハイマースやスメルチを攻撃する際のヒントになるのではないかとの指摘がインターネット上に挙げられているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。